姉沼は青森県東部に位置する沼である。小川原湖の南に位置する。三沢市と接するが沼自体は上北郡東北町に属する。流入河川は姉沼川と中津川。流出河川は姉沼川であり、200メートルほど離れた小川原湖に流れ出る。小川原湖との間には在日米軍三沢基地が管理する姉沼通信所が存在し、 とりわけ巨大な通信防止施設である、蔵王の檻が目立つ。小河原湖漁業共同組合によって管理されている。かつて淡水真樹の養殖が試みられたが、失敗している。原冬期は欠氷し、若杉の穴釣りで賑わうが、それ以外の季節は寒散とし、時折戦闘機の爆音が響くのみである。青い森鉄道線東北本線であった、小河原駅下車後、徒歩40分。 または、三沢駅下車後、自動車で20分。以下は姉沼及び、小川原湖にまつわる伝説である。アスカ時代の頃、都の高家吉中納言、道中高は世をはみ、東国安弥の旅に出た。道中高には二人の娘がいた。すなわち姉の玉大姫、妹の小生姫である。娘たちは、父の身を案じ父の後を追うため諸国を巡る。やがて二人は、 長い旅路の末、北の果ての沼で、探し求めた父がすでに亡くなっていることを知る。姉妹は嘆き悲しみ、玉大姫は沼に受水した。後を追うように、小生姫も別の沼に受水した。玉大姫の沈んだ沼を姉沼、小生姫の沈んだ沼を妹沼と呼ぶようになった。そして現在、立花の中納言、道中高は沼崎観音、玉大姫は、 姉戸大名人、小生姫は、広島大名人に祀られている。AB 国土地理院。平成26年全国、都道府県市区町村別面積町固町面積。2015年3月8日閲覧。ありがとうございます。